まあミステリーってね、基本もステージだけって感じですから、隠すとこがあるのかちょっとわからないですね。え、どこ、え、え、ちょっと待って、つくんやけど、え、嘘やん、え、マジ、あんなとこつくの。どうも、オカリンです。本日はスプリンクラーかくれんぼをやっていくわけですが、まず最初の一戦、今までやったことのないミステリーゾーンで一回やってみたいと思います。まあ、なるべく入り組んでるマップ、まあ、今回は君のハートライドオンを選んだんですけど、まあミステリーってね、基本もステージだけって感じですから、隠すとこがあるのかちょっとわからないですね。はい、というわけでミステリーの場合は隠す時間が1分、探す時間が2分でやっていきたいと思います。まあこのマップの広さですから、2分あれば回れるでしょうということで、このさ、ここに仕掛けられんのかってことはな、ここ、これここに無理なんやったら多分ないでマップの中に隠すしかなくなるから。でもそうなるとさ、上から見たら一目瞭然になっちゃうわけやん。どうなるんでしょうね、すごい気になるところです。鉄骨とかさ、ほら宙に浮いてる感じなんよ。だからあそことかに設置できるんやったら、こうやってできるんやったら強いよな。でもね、結構ギミックに使えへんから、ずっと前ね、確かあのビッグパネルが止まらないやったっけがくっつかなかったんで、さあ行きましょう。皆さんこっち来てください。隠せました？隠せてない説が濃厚ですが、どうなんでしょうか。私もスタートしております。参ります。さあ行きますよ。こんなに一人で あるありますね、ありますよ。僕行きますよ。はい、あ、こっちじゃないですね、これ。こっちじゃない。これか？あ、これやな。あ、一人死んでる。それは良くない。それは良くないぞ。確かここら辺にあったんよ。一個。ないか。あ？あ、すごいとこにあるやん。え、どこ？え、え、ちょ待って、つくんやけど。え、嘘やん。え、マジ？あんなとこつくの？よいしょ。え、普通にすごいんやけど、誰これ？え、マジミステリーゾーンいけるやん。おりんごさん倒しました。え、もう一個ここにあんねん。で、これどうやって、どないして壊したいのこれ。壊れたんこれ。ちょ、見えねんけど。ちょ、見えねんけど、これ。じゃ、こっちから行くわ。あ、こっからか。あ、これか。あ、なるほどね。え、すげえんやけど、これ。これ誰？これ君か。おい、ちょ、待って。よいしょ。オッケー。レビアタン倒しました。ほんで、そこにも置いてあるな。なんだこれ。すげえとこにあり上がるな、ほら。見てや、あれ。おい、これ誰？あ、これ君な。オッケーオッケー。おい。ちょい。イニ君でした。残り1個。残り1個。あった。めっちゃ向こうにあるやん。こっちからか？こっちから行ったらいける？え、でも行けへんくね？え、ちょ、行けへんくね？ちょ、待って。行けへんくね？あれ。行けへんねんけど。ちょ、俺見つけてるんやけど。行けへんの。え、こっから撃てるかな？ここあんの知ってるんやけど。多分最後死んだ人やろうな。あれこれ誰？これ君な。猫丸さんでした。いや、ミステリーゾーンいけるな、これ。戦えるぞ、普通に。はい、なんかミステリーがね、意外といけそうやったんで、次もミステリーでやっていきましょう。今回はジャンプマットの歌。ということで、あるかな？入り組んでるミステリーがマジでないからね。真ん中に穴があるミステリーやったら、まあ、あるかなってことで、一応、こうあるから。鉄骨いけるか？ちょ、まずここつけてみよう。ほい。うわ、つく！なんてこったこれ。なんてこったい。あたしはびっくりしてるよ。こことかさ、ちょっと待ってな。こっち側とかさ、ちょっと待ってよ。これどう？お、はあ。いや、でも床がないから、しぶきがね、下まで落ちちゃうよね。だから、見ててがスカスカやねんけど、おい。スカスカすぎるわ。残りも20秒やねんけど、あ、こことかいいんじゃないか。あ、これありでしょ、これありでしょ。こっちかな。こっち、あ、でも時間ないか。こっちで見えへんねんな、暗すぎて見えねえの。さあ始まりました。また一人落ちてますね。大丈夫ですか。さあ、お兄さん、あそこです。俺思ったより近かったな。そっちから見んの。
やめてやめてやめて。さあ、見つけられますか？ここら辺に1個あったやろ？あったあった。それが1つと。これがおりんごさんね。はい、1つ目。確保。俺が左にあります。さあ、ここはスルーでしょうか？私のは。あ、なんかあるぞ。なんかあったな、今な。ちょっとここから見える？あ、微妙に見えへんのちゃう？あ、微妙に見えるんじゃん。うん。見つかった、くそ。いや、その向き、その向ききついんだよな。これ、しぶきをさ、手前側に吹きたかった。なんか見つかってんじゃん、もう1人。あー、見つかってる。早すぎる。これか？レビアタンがそこでしたと。はい、残り1つ。多分最後やられてた人やな。ってことは、自陣側にあるんじゃないか？まあ、今回行けへんところってのがないから、まあまあ、どこでもありやねんけど。真ん中とか、あ、真ん中ないね。あ、あるやん。あるやん。あ、見つかってる？あ、見つかってないんじゃん。あ、見つかってないんじゃん、これ。ちょうど足元やで。ちょ、行きづらいんやけど。ほら！怖っ。あ、見つかってる。見つかってた。あー、猫丸さん、アウトでーす。いやー、やっぱミステリーは見つかりやすいね。このさ、こことか、あ、こことかよかったかもしれへん。おい。あ、これ無理なんか？こことかさ、意外とほら。あ、ほらほら。あ、絶対ここなんかよかったやん。しぶき飛ばへんもんだって。はい。めっちゃギリギリついた。チキンレースみたいになってる。うまいやろ。次行きましょう。さあ、ラストやっていきましょう。明日はでんでん。ここはね、真ん中に空洞がないけど、意外と奥行きがある。ということで、隠す場所があるんじゃないでしょうか。参りましょう。こことか。つか、おい、みんな、おい、お前、勘に来んな、おい。なんて野郎だ、あいつ。おう、くっつくぞ。この上とかどうや。はっ、くっつく、はっ、つく、はっ、はっ、はっ、ここはつかへんのか。なるほどね。そこつくんだ、おい。何撃ってんだ、お前。早えぞ。あそこつくんだ。え、じゃあ、こことか。あ、つく。すげえ、すげえバレバレなんだが。いや、さすがに上はダメやな。あ、こことかあるやん。あ、すげえすげえすげえ。何これ。あ、すげえ。すげえ。何これ。いや、これは見つからへんやろ、さすがに。いや、これは大丈夫やわ。あ、まだ下があるぞ。あ、でもここは、これガラスやな。あ、でも、ああ、こっから丸見えやな、おい。いや、これが弱いところですね、ミステリーの。うん。さあ、一応こっち側も乗れますが。皆さん乗らないんでしょうかと。こっちから行けるよ、みんな。あ、撃たないと登れないのか？ちょっとぐらい撃ちます？あ、そこじゃなかった。そっちじゃなかった、こっちか。あ、なんか撃ってるぞ。あ、いた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 。はい、1人見つかりました。イニ君見つかりました。私は左ですね。残り2人のまだ俺知らんからさ、探していこうよ。この下とかないやろ。わあ、意外と、お、このとこあんのか。ああ、このとこにあったんだ。なるほどね。これが猫丸くんでしたと。いや、でもその外周で回ると俺ら見つかっちゃうよね。で、撃てへんから。あ、あるやん。左右対称かよ、俺ら、お前。おい。全部左右対称やんけ。俺のもあれ、あそこあるんやろ。ちょ、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 おろ、おろ、のしのしのし、ちょ、のし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 。よいしょ。どや？あ、そっち行っちゃう？お？見つかっちゃってんの？俺の。あ、ある。あるが、見つかってないか？あ！マジである。ほら、壊せよ。壊したらお前の勝ちだ。うん。壊せるかな？あ、壊された。あ。早すぎるよ。隠す場所、隠す場所的にはさ、ここめっちゃいいんちゃうみたいなあるんやけど、床がないからやっぱり難しいですね、ミステリーゾーンは。はい。まあ、隠す側が楽しいって感じでしたね。というわけで、また次回の動画でお会いいたしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。